私の仕事が忙しいからって朝の5時半集合にしてしまって大変申し訳ない。おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんな朝のお久しぶりですね。早くに来させてしまった本当申し訳ないですよ。逆に僕が指定したので、いやいやいや全然そんなことない。この朝早いの、はいはい、でも慣れてるんですね実際のところ。まあ、部活の朝練の時は朝の4時起きだったので、はい、けどもう今はもう部活も引退して何も暇なので堕落で朝の4時に寝るような生活を送りました。でも今日は朝早く起きて、もう早朝に LINE くれてすみません、ちょっとお待たせしましたが、楽しみで寝れなくて、はい、じゃあまだ2時に起きたんですよ。2時に起きた。そうそうそう、へえー、しっかり2時間準備して、あ、嬉しいな。旅のために、はい、いや用意してまいりました。ありがとうございます。もうこんないいスーツまで来てます。じゃあ早速聞くが、僕らの若い世代だけは、はい、飛行機めっちゃ安く乗れるんです。当日の朝とか空港に来れば。そうですね。そう、朝だけ。そう、まあ、朝とかはないですけど、空港に直接来れば、はい、そこでね、免許証を見せて、スカイメイトとか行ってね。はい、そしたら、まあ、ちょっと JAL の会員登録しなきゃいけないんですけど、まあ、5時半に来てもらったんで、まあ、ありがとうございます。はい、行きますか。行きましょう。まあ、ビールは残念ながらあれなんで。あるんですね、一応。そうそうそう、飲めるんですよ。まあ、コーヒーとかは。そうですね。これですね。本当申し訳ないですよ。いやいや、ごめんなさい。言えなくなっちゃうからね。そう、いや、大変申し訳ありません。全然大丈夫です。おお、本当全然いないな。今日は、ね、富士山が見えますよ。ただいまドアが閉まりました。皆様の着席を確認しながら出発いたします。今時間はまだ出発時刻よりだいぶ早いね。業務連絡です。客室乗務員はドアモードをアームポジションに変更し、相互確認を行ってください。こんな空いてるとはね。今日も数ある航空会社の中からワーワルドアライアンスメイト日本航空をお選びくださいまして誠にありがとうございます。この時間しかないからこれにしたんですけど、一番いい時間です。そうそうそう、でもいい時間に運航してくれてありがたい。ありがたい。熊本空、あ、そう、熊本空港行きでございます。熊本空港です。富士山が見えます。綺麗ですね。そう、飛びましたね。ああ、おーおーおお今日はなんか僕らも雪色みたいなことやってますね。確かに30度15年度ごとか、なんか JR で働くんですか。いや、もう JR ではちょっと、ただ JR も雇ってくれないんじゃないですかね。なんか広報部隊とかでやってくれそうじゃないですか。まあ、なんかそういう風にね、雇ってくれたら JR は潰れないと思うんで、うちの会社潰れるかもしれないけど。どうだろうな、ちょっと分かんないですね。ちょっと難しい。多分この真下がね、そう、横国ぐらいだと思うんですけど、これ繋がりました。よかった。そう、JAL の Wi-Fi はね、速くて便利ですよ。これがね、全国にはあんま通じないんですよ。あら、そうそうそう、まあ、Wi-Fi 使いたいなら JAL ですね。これキウイジュースなんですけど、なんか健尿に見えないんですよ。そんなこと言わない。いやいや、見た目と裏腹に爽やかな味ですよ。さっぱりしますね。いや、美味しいんですよ、これ。美味しい。でも、見た目はおしっこ。スーツさん。CA さんが非常に優しくて、しかもスーツさんの視聴者だということで、スーツくんが熊本幸太くんと一緒に熊本へ行くという会もしっかり宣伝したところ、後ほど絶対に見ると CA さんが言ってくださったので、本当に僕はハッピーでございます。で、肝心のそのスーツくんは今何をしているのか皆さん想像できますか。神は今睡眠モードに入っております。仕事が忙しくて、僕は見ていてスーツくんは楽しそうにやってるなと思いますが、やはり疲れはあるようです。なんと今 CA さんが神に毛布をかけてくださいました。さすが JAL の CA さんは素晴らしい。ソフさん、これがカルデラの山の真上を今飛んでるところでして、周りを取り囲むお山の内側で火山が爆発をしまして、まるでなんていうのかな、山取り囲まれた山の中にもう一度山が作られたような、そんな形になっています。というか実際にそれが阿蘇山の形です。ベルト着用サインがついちゃったからね、熊本さんにこっちに回ってきてもらうことできないんですけど、この景色を見せてあげたかったな。こんな景色が見えるとは、阿蘇熊本空港は面白いところですね。外輪山ってのはこれですかね、熊本さんの側でも見えてたみたいだけど、
ベルトサインがつくまでに起きてればね、同じ側で喋りながら降りることもできたんですけど、まあ、左右で景色をお互いに分け合うということで、あれは九州新幹線の車両基地なのかな、違うかな、ともかく新幹線があって、この真下が熊本市でしょうね。着陸するときって人間はどういう風に前に行くのかな、ちょっと見てみましょうね。こんな感じで、あ、でも体幹がしっかりしてるから全然前に揺さぶられてないな。すごいな、こんなに揺れてる飛行機の中でも。そういうもんかね。うわ、向こうは全然なんてことなさそうだな。これはあの和音カードなんですが、和音がついてるんですけど、まあ別に和音いらないんだったら、あのなしバージョンも多分ありますかね。あ、なんかこういうこういうなんか飛行機の絵が描いてあるのか、あの島次郎もいいんじゃないですか。乗りで島次郎。いや、ちょっとこれなんか今後出張とかするときに、もう島次郎かみたいな多分なると思うんで、まあまあこういうやつですね。迷うところですね。そう、これ可愛いですね。そう、まあただ実用性で言えば、多分和音カードがセットになってるやつ。これ和音って普通発行するのに300円かかるんですけど、うん、なぜか JAL のこれと一緒に発行するとただなんですよ。いや、これかっこいいっすね。じゃあそれにしときますか。これなら間違いないですよ。しましろはまたの機会に。じゃあこれにします、ね、熊本君にレンタカーを運転してもらうんですけども、なんとレンタカー屋さんはね、あのここにはいないそうでして、その時にはちょっとね、熊本空港で朝ごはんを食べてから行こうということに話が変わりまして、レンタカー屋さんにちょっと後で来ますねとお知らせしております。熊本って言ったらラーメンなんですけどね、うん、ラーメン屋さんあるかな、ああラーメンダイニングって書いてある。問題は朝からやってるかっすよね。お腹すきましたね。ああ、やってる、早朝より営業って書いてあるわ。素晴らしい、よかった。やっぱラーメンが良かったですか。いやいや、全然ラーメン屋さんでもいい、なんでも11時から、いや僕もね、あのちょっと ラーメンがいいなと思ったんですけど、ね、まあでもあそこのフードコートできっとあるでしょ。ちょっと行ってみますね。この赤牛ってなんか朝の名物なんですよ。うんうんうん、ちょっと開けてみます。確かに、あ、僕、じゃあこういいですか。もちろん。いや、これですね。どうですか、お味の方は。あ、美味しい。ハンバーガーさっぱりしてます。うー、美味しそう。すごい、きついって感じでもないですね。 YS11 という旅客機の昔の旅客機ですね。あの操縦ゲームでございまして、君もパイロットフライトに着陸してみるか。スタート。難しそうだな、これ。頑張ってください。あー、もう早速なんか始まってる。このなんかおっさんが最終進入コースを操縦桿とスロットルの操作をサポートするから、この先の操縦は君に任せるぞ。ですって、スーさん。操縦桿とスロットルを任せるってことは、この足を踏んでってことか。ここからは君が操縦だ。ここからは君が操縦だ。難しいな、これ。今のコースを維持する。ああ、なるほど。これね、とりあえずしばらくこのまま飛べってことですね。これ手前に引くとね、上に上がるらしいんですけど、上げちゃいけないから着陸する。あ、着陸が見えました。これスロットルレバーなんですけど、このスロットルレバーはこの偉い人がだから操作してくれるらしいんで。あー、なるほど。ここにあの滑走の目標が見えるから、これがぴったり重なって見えるようにやるんだな。これ変なところ、横の田んぼとかに降りたら大事故ですからね。結構難しいぞこれ。さあ頑張れ。あ、なんか上に上がってるの。ちょっと下に頭下げないと。これいいんだ。ちょっとなんか落ちるんじゃないかって心配。これいいのかな。ちょっと右に飛行機を動かさないと、滑走路じゃないとこれ、ね、落ちると思うんですけど、このままだとちょっとまずいですよね。これこれここに降りるってことでしょ、飛行機が。多分そうです。ですよね。もうちょっと右に、もうそこ以外に落ちたらもう終わりです。もうこれまずいじゃないですか。もういや、このままじゃ事故じゃないですか。さっきからこう右に行くように言ってるんだけど、もっと思いっきし右に動かさないとダメか。これもう遅いんじゃないのかな、今から。おう、あと少し。これまずい、絶対まずい、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 まずい。事故る。もうあと少しじゃないですか。まずい、まずい、まずい、まずい。思いっきり、ええ、もうちょい右にじゃない。もっと思いっきり。ああ、これは、え、事故の。これ終わりじゃない。これ終わりですよ、もう。ああ、事故だ。もう僕たちの命なくなりました、これ。ああ、これ絶対死んで、ああ、事故の気配しかない。あ、一応なんとかなったみたいな。なんとかなった。なんとかなってない、なんとかなってないじゃないですか。あれ。
訓練を続けよう。何点かな？51点。あんな着陸で50点ももらえるならまあいいんじゃないですかね。総合ランキング901位ということです。でも今日は誰もやってないんで1位ですよ。なんなら今月3人しかやってないんで。今月3、10分の3ですね。ずいぶん少ないな。素晴らしい。よし。本日の車種は日産のマーチと書いてありました。そう、さっきなんか1個前の白いセダンがね、そうなんかあれが僕らのみたいな感じで書類が出てきたから、いい車だと思ったら、そう、まあまあ、これは別に新しくてね、いや、これ自体に不満があるわけじゃないんですけど、なんかこうレンタカー屋のなんかこう危うく間違って車を引き渡されるところ危なかったですね。危なかったですね。そう、いや、あの人もいい人だったっす。そうそう、店の人はすごい優しかった。しょうがない。たまには間違いもあります。そうっす。なんか意外と日帰りってなんか楽勝な感じがしません？多分今日マジで楽勝っすよ。そうで、まずこんだけ空いてるし、まあ、空港皆さん見てもらえるとそういいかなと。もうガラガラっすね。そう、出発便が結構あるのにこの隙間でね。そうそう、本当に。そうで、僕らも朝の8時に着いて、うん、で夜の8時に帰る予定じゃないですか、はい。まあ、12時間あればたっぷり楽しめるじゃないですか、うん。結構日帰り旅いいっすね。おすすめっすよ皆さん、うん、今。いや、すみません、本当は一泊二日で黒熊温泉とか行きたいなと思ってます。ああ、はい。そう、その時間が取られて大変申し訳ない。いや、全然、こちらこそ本当にお忙しい中、来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。なんか僕の記憶では阿蘇山っていうのは、はい、ドーナツ型の外側の山の内側にプッチンプリンみたいに山が、うん、ね、ありますよね、うん。でもこの部分だけちぎれてるんですよ、そのドーナツの部分が。この前方だけ、はいはいはい。で、そのあそこになんかこう谷間みたいになってるじゃないですか、うん。でその部分の中に多分これからそう入ってくるんだと思うんですよね。じゃあこっちから行くってことですかね。そうあの間に。そうだから、もうあの前方のぐるずっと続いてるのが阿蘇山だと思いますね。多分でかいっすね。結構大きいですよ。やっぱ九州でね一番有名な山なんじゃないですか、うん。ずっと自然に行きたかったんですよ、ここ数ヶ月。ああ、阿蘇山、はい、数ヶ月で結構自然に飢えてるじゃないですか。そうめっちゃ行きたくて、行けるタイミングなかったんですけど今回神と。あ、ちょうどいいタイミングだった。そう、本当にちょうどいいタイミングでありがとうございます。いえ、これ今カーナビに峠って書いてありますね。はい、そう、ここの多分地区の名前が峠なんでしょうね。ここら辺が。そう、これずっとヘアピンですよ、まだしばらく。まあでもこれで一気に多分高さ上げて上までたどり着いたらすごいいい景色になるでしょうね。いや、そうっす。後で待ってるので、はい、しっかり楽しみに待っていきましょう。すみませんよ、運転を全然大丈夫っす。なんすかこれ。大観望とか。大観望。あ、ほんとだ。あとまだ20キロ。え、結構ありますね。すいません。いや、全然大丈夫ですか。全然景色が綺麗なんで大丈夫です。最高ではないですか。最高です。そう、この右のところはね、まだちょっと映像にはあまりうまく映せないんですけど、右下のところが見えなくても、前方の連なる山々だけでも素晴らしいですね。いい感じに撮れてます。そう、うん、もうバッチリですよ。九十連山っていうのかな、確か。撮れました。あ、もうバッチリ。今なんなら撮れてます。よかったっす。あれ道に出てきたらちょっと危ないですね。ここですな。そうっすね。これは駐車場代がかかるやつかな。まもなく目的地付近で。かからない。あ、これかかんないですね。あ、ただだ。ここでいいんですかね。はい、じゃあここの駐車場に止めちゃいましょう。はい。空気が美味しいですね。いや、本当に美味しいですね。本当に素晴らしい。これが大観望ですね。そう、でもね、これは大観望の景色だね。多分ね、あっちがもう超素晴らしい。いやー、楽しみに行きましょう。そう、素晴らしいですよ、本当に。かっこいいですね、これ。うん、このぼーっと立ってる感じがいいな。うん、ここが大観望ですね。いや、この見晴らしは僕は素晴らしいと思いますね。確かに、この断崖絶壁の感じがいいですね。最高でございます。あ、 JAL の搭乗券ですね。これなんて書いてあるかな。アメリカンエクスプレス。え、一緒じゃないですか。あ、これは日付は2020年3月3日日本航空羽田空港って書いてありますね、うん。これ僕が買ったやつじゃないですか。これ僕がさっきここに落としてったんですよ、多分。落としてったの。そう、多分僕落としちゃったんですよ、これ。何やってんすか。危ない。あれ、なんかこれマスクもしかしてこれ僕のじゃないですか。絶対違う。え、あ、これは僕のじゃないわ。捨てておきましょう。ちょっとね、僕ら朝がめっちゃ早いんで。2時ですか。そうですね。2時起きはちょっとまたレベルが違うんですけど、僕は4時起きなんですけど。いや、4時でも早いですけどね。まあまあまあね。じゃあちょっとこれで寝ますか、少し。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。
目が覚めましたね。おはようございます。おはようございます。15分ほどですね、ちょっとね、寝坊というかね、ゆっくりむにゃむにゃでやってましたけども、うん、お腹まだ減ってないですよね。うん、あんまり。ちょっとハンバーグ食べましたからね。ハンバーグが食いました。ガーガー食べました。まだちょっと寝ぼけてるわ。山を下りますか。じゃあ場所をね、一旦次どこ行くかですよね。でもそうあんま考えてない。いや、なんか候補は一応こんぐらい立ってたんですけど。ああ、いいっすね。もうさっきより圧倒的に良くなりましたよ。良くなりましたね。特に左側のギザギザのやつが見える、キリマンジャロみたいなやつ。本当に見えるようになった、うん、もうカコチンはすごいですね。もう、うん、トップ YouTuber になっちゃったじゃないですか。そう、みんなカコチンがね、僕のミスターコン出てた時の、はい、まあエントリーナンバー一緒で、まあ相方みたいな感じで、ね、一緒にコラボさせてもらったカコチンちゃんが YouTuber デビューしたんですよ、はい、そう、もうなんか急上昇1位取って50万再生とかになってるじゃないですか。うん、やばいですよ。もう本当にこっちからお金払ってコラボしてもらわなきゃいけないから。ゆきりぬさんもね、そういつかお願いしないと、カコチンとゆきりぬさんに。いや、まあカコチンさんは、うん、多分頼めば頭下げればいいって言ってくれるような気がするんですよ、うん、まあ知り合いですからね。なんてそう、いや一応お好み焼きおごったことあるしね。あーなんかやってました、ね、そうでもね、ゆきぬさんは、うん、なんかマジで僕がお願いしたら困るんじゃないかと思うんですよね。なぜ？もうなんかあんだけふざけたこといっぱいやって、もうクソつまんねえとか言ってるから。クソつまんねえとか言わなくて。本心は思ってないでしょ。いやいや、まあ、面白さを求めてるんじゃなくて、うん、ただ単にその、可愛さとかね、女性らしさを、そういうところを見せる。そう。だから、そもそもの性質が違うんだと思いますね。うんうん、熊本って水きれいらしいじゃないですか。ああ、そうなんですよ。なんかめちゃくちゃね、これも飲んでみますか、なんなら生水だけど。ほんとっすか。いやいや、取ってないなら大丈夫でしょ。まあちょっと皆さんは真似しないでねってことですけど。冷たくて気持ちがいい。冷たいんすか。さあどうでしょう。ちょっと怖いから飲み込むのやめときましたけど、うん、味はね、絶対美味しい。触ってみるだけでもいいと思います。これ怖いっすか。気をつけてくださいよ。大丈夫。さっぱり。そう、いや美味しいでしょ。うまいんじゃないかな。じゃあそう。なんか本当に飲んだらね、アメーバとかなんかやばい菌が体の中に入ってきそうだけど。いいところでございました、うん、ちょっと休憩するにはいい感じだ。そうですね。じゃあ神社に向かっちゃいましょう。そうですね。まあ今のも神社だったんですけど。あ、じゃあ次はここで。そうですね。あ、徐行サービスですね。あ、これいい。あー、素晴らしいな。ちょっと煙吹いてるのまで見える。最高じゃないですか。あれがそうっすよね。そう。左側のね、こうギザギザしたのも見えるし。うん。いや、最高っすよ、これ。よし。あ、さっきまで霞んでてね。いや、なんか、そう。いや、これ今だから言えることですけど、うん、正直がっかりでしたよね。さっき大観望のところ、曇っててね。まあ、もう、まあ、全然良かったんですけど、あ、まあ、もうちょいね、綺麗だったらより良くなったんじゃないかなと。そう。あ、もう模範的な回答でございます。じゃ本当は阿蘇神社に行く予定だったんですけど、天気が今良くなったので。いい感じですもんね。そうです。草千里。うん。晴れてる時の、多分枯れ草の草千里がいいと思います。あと11キロってことですね。で、草千里の前に、休憩所みたいなのもあるんですよ。そこは結構大きくてやってると思うんで。じゃあお昼そこら辺で食べます。そうがいいと思いますよ。今多分12時前でしょ。12時ちょうど。今ちょうどお昼ですね。今右に出てるけど、左の直進の方に移れます。今からちょっと直進できます。もしできたら前方に JR 宮地駅があって、ちょっとね JR の駅の方に行った方が面白いですね。ああ、本当だ鉄道だ。そうなんです。行きましょう。じゃあでそこで水を買いたいんですけどね。水、そう、それは面白いんですよ。その阿蘇山の出てくる。そう結構いい駅ですよね。いい僕も初めて来たんですけど、でそこの自販機でいいと思うんですよね。あ、あったあれだ。この水知ってます？これこういう水あるじゃないですか、よく、うん、で、そう、これ阿蘇の天然水なんですけど、うん、これ東京だと南アルプスの天然水なんですよ、うん、で、西日本だと、確かにこれ多分ね、香川だとね、奥大山の天然水で言ってたんじゃないかと思うんですけど、記憶ないですかね。香川にはなかったかな、これ。いやいや、このシリーズありますよ。ありますね。この上までは南アルプスは覚えてるんですけど、何だったかちょっと覚えてないです。なるほど。九州はこれなんですよ。へえ、面白い。そうで、これはさっきギザギザのやつが見えてたじゃないですか、うんうんうん、あれなんですよ。ああ、そうだから、そう確かにギザギザだった。そう、なんかこのギザギザのやつを見比べて、飲むとね、おお九州来たなって感じしてね。九州いいね。そう、これご馳走しますんで。ありがとうございます。あ、でも閉まってた。あ、あったよかったよかった。あ、金もあるわ。では、おいしいお水いただきます。はい。じゃあいただきます。どう飲んでください。
あ、いい飲みっぷりだ。うみそう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 。さあ、髪が。おいしい。いや、この駅はね、こっから先線路が壊れちゃってて運転できないんですよ、確か。そう、災害があったりしました。あ、確かに。そう、雰囲気のところです、うん、これね、はい、このギザギザとあれを見比べると、あー、阿蘇に来てるなって感じするわけですよ、これ。阿蘇ですね。そう、これね、僕好き。あー、そう。さっきあそこの駅のね、裏手に見える外輪山の上にいたはずですよ、うん、あの上か。そっから降りてきて、もう一回あの上に登ると、あ、ちょうど列車来るじゃないですか。ちょっとこれはスーツさんの出番じゃないですか。そうですね。あの、ちなみに、こんな頻繁に列車来ないですかね、ここは。30分ぐらい。いやいやいや、もう多分2時間とか。そんなに。そう、いや、これ超運いいですよ、ここで列車来たの。ええ、持ってる。ねえ。あ、ちなみに、ちゃんと入場券は2人分買ってあります。そう、法律上ね、ちゃんと万全の騎士。そう。多分ね、どんなの来るんだろうな。多分赤いやつが来るんじゃないかと思うんですけどね。予想はだ。うん。あ、ほらほらほら、あ、特急だ。素晴らしい、本当に当てる。これ、こいつね、もともと JR 四国で走ってたやつですよ。特急渦潮号とか。これは本当に2時間に1本ぐらい。あ、これは多分1日2、3回ぐらいですね。めちゃくちゃ超運いいじゃないですか。やったぜ。お下がりください。いいですね、外輪山バック。ちょっと映ってなかった。列車にズームしすぎました。もうちょっと手前からの方が良かった。ちょっと待ってください、一旦まず列車を撮る。やっぱね、列車自体を映すのが大事。よし、じゃあいいっすよいいっすよいいっすよ、映しましょう。あ、オッケー、いいね。あ、オッケーオッケー、よく撮れてます。知ってるんだよ。いや、場合によってはありえます、運転手さんが。すごい、なんかいい感じの椅子ですね。そうそう、JR 九州がお金かけて新しくしたんですよ。あ、新しくしたんだ。そう、前はこの列車高松駅走ってたんですよ、本当に。そう、で、それを四国で使わなくなったんで九州へ持ってきたんですよ。持ってきた。そう、エンジンの音がね、JR 四国って感じがしますけど、うん、お客さん全然乗ってないですね。やばいぐらい乗ってない。2人かな。2人しか乗ってなかった。2人。さすがに観光地なんで、うん、前はったら何人かここで降りてきたと思うんですけどね。全然いないっすね、本当に。いや、この煙ですよ、これ。うん、このね、煙の向きがこっち向きっていうのはもう超空気読めてると思います、今日の煙の向き。え、あ、ここいいでしょうね。ちょっと止まりますか、じゃあ。あー、いいな。ちょっとすいませんね、僕が左側だから。もちろんもちろん、僕の側ばっかり景色が良くてね。いい感じのところでストップと、うん、あ、もうこのまんま、じゃあゆったり行きますか。うい、スーッと。いやー、どうですか。いやー、いい感じですね。いや、もう九州って感じがしますよね。ちょっと人が、煙が出てるところもいいですね。あー、ほんとほんとほんと、もう爆炎だ。ここはね、もう超いいとこだ。ほら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 、これ草千里。ここいいでしょ。前来ました。ここで写真撮りましたな。あ、ですよね。そうそうそう。あ、もう止めましょう、止めましょう。煙いいですよ、これ。なんだって。煙めちゃくちゃいいじゃないですか、これ。僕ね、阿蘇3回目ですけど、こんなよく見えたの初めて。ついてますね、僕たち。いやいや、これはついてる。持ってるわ。まあ、いくつかあるんですけど、奥のあの茶色い建物とか、はい、あの辺がね、いろいろいいですよ。じゃあそこ行きますか。そうそう、駐車場代がかかるな。いくらだろう。いくら。500円。まあ500円ならいいですね、2人で500円だから。はい、そうですね。ここでラーメンも食べられるし、赤牛の牛丼も食べられるし、はい、お腹すいた。もう何でも食べられます。よし、じゃあ行きましょう。楽しみだ。これね、一番は僕食べましたけど、ね、めちゃくちゃ美味しかったですよ。じゃあ僕1番にしよう。1番です。で、僕はね、どうしようかな。僕は2番、いや、2番より1番の方が好きだな。じゃあこれもうバートかけちゃっていいのかな。そうです。いいっすよね、これね。まあ一回僕食べたんで、さっきはね、人に偉そうに。おーおー、そうっす。はい、いいっすね。さあ、神が赤牛、赤牛、神の牛丼ですよ、2500円ですから食べます。あんま金額の話ばっかりしてると、旅情がそがれると思いますね。いいですか、僕食べちゃって。ぜひぜひ。これね、これね、こう温泉卵がいいんですよ、これ。こう中は温度卵って、中は固まって、外は柔らかいわけですね。まあこれ割るんですけど、まあ、割って食べるのは、また後でで、まずは牛丼だけですね。この阿蘇山の煙を背景に神がパクリ。どうですか、阿蘇山の前で食う飯は。めちゃくちゃ美味しいですね。
意外と割れなかった。いやそう、これね、あの温度卵なんで真ん中は硬いんですよ。じゃあこれをいただきます。この海鮮丼の肉版みたいな感じ。これ本当美味しい。めちゃくちゃ美味しいし、あの値段に見合ってるね、あの数少ない観光地価格に見合う素晴らしい食べ物だと思います。すごい景色だ。迫力がありますな。お、多分ね、行けるのはもうその建物のあるあたりだと思うんですけどね。確かに車が出入りしてないですもんね、あの、うん、いやそうそう、あそこから上はね多分また別の道だったと思うんで、前行けたんですけどね。そう、残念。でもこんなに立派な噴煙見られてるならいいですよ。確かに。視聴者の皆さんにお伝えしておきますと、この、噴煙のあるところはですね、ただいま、火山活動が大変活発ということで、噴煙火口から半径1キロ以内には立ち入り禁止ということになっております。つまりあれの最も近くまで近寄ることはできません。おお、またなんかすごい勢いで吹き始めましたよ今。勢いが加速した。加速した。あそこ、あのこの裏にゲートがあるんですけど、立ち入り禁止って書いてある。書いてます。はい、立ち入り禁止ランプが。くっそ。歩いて見てみますか。そうですね、ちょっと行ってみましょう。残念。残念。いや、まあここから見えるんで。いやいや、十分よく見えるじゃないですか。すごい。素晴らしい。こんなモクモク行くんですね。本当に。後ろもすごいですよ、山肌。そう、あれね、あの熊本地震で、あのああいう風になってしまったらしいんですよ。熊本地震で。そう、それでなんか山肌が崩れてしまったらしいです。なんかけど綺麗に。そういや、なんかそう、あれはあれで、いやいや、そう、あのグラデーションになっててね、うん、あの荒々しくてすごいいい山肌に感じ。そうなんですよ。5月ぐらいになるとね、あそこにツツジの花みたいなのが咲いてね、さらにこう素晴らしくなるじゃん。そうそうそう。いや、この匂いいいですね、温泉の香りって感じ。そうそうそう、硫黄、ちょっとした硫黄。うん、これも火山灰。おお、すごいですねこれ。おお、おお、すごいすごい。あ、なんか砂浜みたいですね、あの湘南の砂。硬い砂。多分これ掘れるよ、ほらほらほら。本当。すごいことになっちゃう。今日はこっからでも全然迫力は伝わるので。うんうん、もう十分ですよ。まあ、僕は特に、まあその山の上でね、あの今爆発したってなったらまた迫力が違うと思うんですけど。全然違う。もう僕たち車でもうめちゃくちゃ走飛ばして帰りましょう。ああ爆発したら。そうですね。いや、これすごくないですか、この。すごいこれ。深さが一体どこまであんのって感じ。まだそこが見えないんですけど。あ、やっとそこにたどり着いた。すごい。いや、これね、うん、ちょっと触っちゃいますけど、うん、指のここぐらいの深さありますよ。この親指とこのくらい。すごい、めっちゃ深いじゃん。そう、とんでもなく積もって。超積もって、爆発した時に超積もったんですね。多分まあどんどんあれが風向きによっては来るんでしょうね。はい。今からあのこれ下をモクモクすると面白そうなんでやってみようと思うんですけど、あのそっちにモクモクが行くかもしれないから気をつけてくださいね。おい。はい。あったい。この辺だといいかな。ああ。ああ。もっともう一回。この辺かな。結構楽しいですねこれ。足が真っ白。めちゃくちゃ汚れた。そっち着きました。いや全然大丈夫です。大丈夫。あ、よかったよかった。どうでしたか感想は。いや楽しいです、楽しいけどこの辺は結構固まってるかな。おお、頭おかしいですね。やばい。頭おかしいスーツになりますよ。あ、これね、お土産買ったんですよ。あのサイコパス、あの人を3人ぐらい殺した人の顔してます。そういう顔してますよね、クマも。僕ノーコメントで。今この阿蘇山がもう一回噴火したら、あのものすごい本気で噴火したらなんか大変なことになるらしくて、うん、もう確か日本の 60% ぐらい積もる。もうなんかそう火山灰が積もったりとか、あの九州とかはもうなんか消滅するらしいですよ。すごっ。だからまあ怖っ。もうそうそう、あの死んでしまうっていうね、あのもう映画みたいな、そういう危険な場所でもあるらしい。気をつけなきゃいけないですね。そう、まあそういうのが起こる確率はもうとんでもなく低いらしいんですけど。12分。じゃあ、まあ、14時半までですね。はい、よし、じゃあさよなら。はい、おやすみなさい。すいません、お時間いただきます。いや全然僕も眠かったんでちょうどいいです。急に来た。安全運転気をつけてくれると僕もすごい心強いです。いやもちろん YouTuber を死なすわけにいかない。あー嬉しい。結局ね、あ、30分ぐらい多分寝たと思われます。でもかなり体力が回復してよかった。よかった。ちょっとね、僕と熊本くんと2人で考えたんですけども、下まで来たんですが
だいぶさっきよりも霞んでるということで、朝も早かったのでもうあとは無理をしないで帰ろうということになりました。贅沢な旅ですな。いやそうこれね、あのパッと帰れるっていうのがまたいいと思うんですよ、本当に。そうもう一番いいものは見たんで無理はしないと。まさかこんな工事をやってたと。あ、ちょっとなんか書いてありますよこれ。2キロ手前のセブンイレブンの左折。あ、結構手前からだったんですね。分かんなかった。1キロどっち方面？熊本方面ですもんね。そうですね。なんかね、ここから先のところは多分災害でもうすごい、壊れてしまってまだ治ってないところなんですね。できないかな、景色は。おー素晴らしい上から見下ろせますね。素晴らしい、最高だ。なんですけどちょっと心配事としてですね、下からなんかなんか変な音してくる大丈夫かな。まずとりあえずここではどうせ止まれませんのでね、最後まで走ってくれたら大丈夫。そうまずは素晴らしい景色。まあすごい音だった中途半端な暴走族みたいな音してる、景色は最高なんだけどなんか怖いな。なんかね、田舎の雰囲気。そうちょっと、とりあえず閉めて聞こえないことにしましょう。そうですね。お、名所なんとか峠って書いてありましたよ。二重峠か。ねえ、書いてありましたね。これ二重の峠。二重の峠。ああ。本当だ。じゃあ要するにこの辺でもう峠道を越えるわけですね。うん。あ、こっから先はあんまりもう登りがないんじゃないですか。あ。これが頂上かな。そうですね、これで今外輪山を越えたんだ。あー、じゃあこれでさっきの朝の景色ともお別れですね。イエスちょっと音ちょっとなんか挟まってるんですかねこれ。確かになんか石かなんかが挟まってる ねさっきあの石があのバーンってね来ましたからね、一回置き石みたいなやつなんかさっきより振動が増したね、下からガタガタ響きが伝わってきますね。これちょっとヤバくないですか。どっかでハザードを焚いていったん。ヤバいな、確かに。ちょっとなんだろう、これまずいっすよね。そこのくぼみにとりあえず入りますか。なんか挟まってるな、絶対。うん、なんかおかしいっすよね、これ事件発生です。ちょっとなんだこれは、マジで。ちょっとマジか。これどうで、フラットタイヤ。え、おい、マジかよ。こんなか。いや、これはもうネタにしかならない。いや、あの時間に余裕あってよかったですね。なんでパンクしてんの。保険に入っといてよかったですね。電話しよう。ああ、うわ、詰めたらできる。いや、こんなんないっすよ。別に事故ってないっすもんね。あ、そうそう、で別に僕らが悪いわけじゃないでしょ、これ。そうそう。これって発煙筒とかは焚かなくていいんですか、ね、あ、どうですか、 YouTuber にとって神ですよ、これ。いやまあやり、あの、取り返しかない。こう、仕込みじゃないですからね、もう針であらかじめぶっ刺しといたとかじゃないから。急にガタ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 ってなったんですよ。うん、なんか、シュワシュワになったっていうんですかね。あ、そうですね。あ、ちょっとどうしたらいいのかな。手伝えることにも限界がありますからね。これここにいちゃいますね、とりあえず。こんなパンクしたことないからわかんねえ向きが違うってことはないですかね。いや、もうどっちもカッチカチ。ほんとこれ二人がかりでやれるもんならやりたいんですけど、どうしたらいいんだこれ。あ熊本くんができなくて僕ができるってことはないと思うんですけど。いや、合ってんのかな。僕もやってみていいですか、ちょっと。もちろん。じゃあ、はい。まず、まあまあ明らかにハマってますもんね、これでね。え、これ逆にこの硬さで合ってるとして、あの、この硬さに締められるんですかね。車が動いちゃいますよね。全く違うかな。合ってそうですけどね。他にないのかな。これだけですもんね。パン、調べてみよう。パンクした時、あ、もうカメラどっか適当に置いちゃっていいですよ。ここか。
配なのが、うん、あの坂道のせいで、うん、あの前側がなんか当たってなくて ここの部分の1点で持ち上げてるみたいなんですよ。あなるほど。だからここに重さがすごい集中して、うん、あのこれジャッキアップがぶっ壊れるっていう心配が、ぶっ壊れたらもう帰れないもう呼ぶしかないですね。で今は神がちょっとタイヤを車体を持ち上げるために頑張ってくれております。もう僕はもうこのぐらいしかできることない。一緒にこの状況をね、まあ、ネタにできるように。貴重な経験ですよ。そう、これをやったことで僕たちはいつでもパンクしたら対応できる。そうそうそう、最高です。でも予備タイヤがあったのは良かったですね。いや最高。そうそうそう、予備タイヤがあったから全然、うん、なんかねマックス80キロって書いてあったんで80キロ以上は出せないみたいです。作業シーン、あー来た来た、お動いちゃうな。ちょっと一旦、あ、ジャッキアップが取れる。はい、よし、行きました。いや、ちょっと2人で思いっきり押した方がいいかも。せーの、あーダメだ、これジャッキアップが壊れますね。このままだとどうしよう。ちょっと俺押さえとくんで戻せます。もう、じゃあ頑張ってもらっていいですか。全然持てますよ。これまずいな、でもどうやって戻せばいいんだろう。さっきと逆方向に。これいきなりガタンと動くかもしれないから気をつけてください。大丈夫、もうこれでやって、もうどうせ僕たちにできることはもう何もないので、壊れたら壊れたで、じゃあ時間があるから呼ぶ。そうっすね。いやこれはね戻せるといいんですけど、下手にこれ触ると僕の手が潰れて怪我するな。確かに手が潰れるのは一番良くない。あの怪我だけは、楽しむのはいいけど怪我だけは良くないのでね。ああ分かった、これ土にめり込んじゃったんですね。ちょっと悔しいですけど、逆にこれ一回前にしてもう一回ジャッキアップやり直した方がいいかもしれないですね。前にするというのは、あの車を逆に押して、うん、これを一回パタンとやって、あー多分これまだ浮いてないでしょ、車輪浮いてますこれ。だけど、あー浮いてないな。そうなんですよ、でこれ以上上げることが不可能じゃないですか。じゃあ一回倒すってこと。そうの方がいいんじゃないかって気はするんですよ。じゃあでもこれ後の車もいますからね。そうそうそう、こいつは倒すことできないのかな。おぉ、よっしゃー来たじゃあもう一度お願いします。そうですね、はい、ちょっと一回これをまあこのぐらい開ければ、あんまり上げるとねなんかちょっと怖いんで。ありがとうございます。いやこちらこそ、そっちの方が多分重労働だと思うんで。全然面白い卒業旅行になりましたね、ほんとに取れた。おお。じゃあこれをそしたら引っこ抜けばいいんですよね。僕もねタイヤの取り付けは一回やったことがあるんですけど。あるんですか。そうあのやったことない。そうあのこれを引っこ抜けば大丈夫ですこれは。おっしゃ。でクソ野郎。汚れちゃいましたね。よし。あざす。じゃあでこれを。はい。こっちか。かな。四箇所が。うわよっしゃー、 OK ですね。で確かね対角線上に止めるんですよこれ。あ、そうなんだ。でまず仮止めをしてなんとか帰れそうですね。いやー帰れる。もう差し込むところまで行ければあとは。よいしゃー。じゃあ僕はこの、あーだっす、汚れるんで気をつけて。はい、もう全然いいですよ。なんとかついたと思うんですよ。これ多分大丈夫ですよね、もうね。これで取れる理屈ないですもんね、ちゃんとボルトで締めたし。うん、これで取れたらもう僕たちは一生熊本で過ごすことにしました。しかし保険に入っておいたのは正解でしたね。いや保険に入っておいてよかった。あ入ってなかったら、あいくらかかってたんでしょうね。わかんないですね。タイヤ代だけでも相当ですよね多分。多分値段はわかんないですけど多分かかるんじゃないですかね。でジャッキも僕ら僕壊しちゃったから、まあちょっと曲げたぐらい。そう、まあ坂道がね、しょうがない。そうそうそうなんですよ。初めてだったんで、うん、勉強なんですよ。けどだからね、視聴者の皆さんはぜひ全部レンタカー借りる時だからね、保険を入っていてください。いやそうそうですね。うん、全部。ちょっと一応心配だからどっか泊まれるところでもう一回見てみましょうよ。一応確認しますか。うん、一応ね80キロ制限を60キロで走ってるから大丈夫とは思うんですけど、うん、なんか音がしてきたよ。いやこれでもうこれでもう一回ぶっ壊れたら大変ですよ。もう僕は帰らない。とかなんか走行中に脱輪とかしたらもう僕たちは終わりなんで。ああぜひ今後ともそうっすね。よろしく。
よし、安全確認をしましょう。ちょっとお願いしていいですか。はい、もちろんです。いや、僕が見た限りはね、何も異常ないですよ。じゃあ、まあまあ、うん、ちょっと触ってみますかね。別に、うん、十分、問題ないです、多分。じゃあ、最初の新品だから慣れてんのかな。ちょ新品調のタイヤなんで、うん、道路に慣れさせてあげないと。かっこいい、でかっ。あれに乗って帰りますか。確かに。あ、でもすぐ帰っちゃうから、まあまあまあ、あのちょうどいい時間の便いくつかありますんでね。うん、多分なんか。無事っていうのか知りませんけど、帰ってきましたね。よかった、本当に。あ、いや、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。本当に無事が一番。うん、まあ怪我もなかったしね、さっきのやばい状況でも。全然楽しかった、むしろ。そうですね、いい、あの勉強になりましたよ。そうっす、実践練習最高のトラブルでした。あ、でこのまま空港に行く、なんか行ってもう降りちゃおうっていうつもりだったけど、よく考えたらこれレンタカーが返却がありますな。一回返却しに、はい、行きましょう。じゃあそのためにはガソリンを貯めないといけないですね。あそこでやるので。はい、わかりました。なんか意外と朝よりも人がいますね。うん、人多いですね。ね、まあ、ガラガラの寂しいのよりはいいですけど、でもまあどっちかというと空いてる方がね、あの体は楽なんですけど、帰り的にはありがたいけど。そうそうそう、まあ人がいるのもいるので、はい、空港らしいですね。そうですね、あの空いてる便で帰ることにしようと思いますけど。次はね、JAL は7時50分までないらしいんで、じゃあ全日空ですかね。7時50分じゃね、ちょっと遅すぎますよ。こっちは、こっちは、あ、5時50分の羽田行きか、6時55分。5時50分乗っちゃいます。確かに、もうそれの方がいいかも。じゃあ、もうすぐ多分ここで帰るんで、買っちゃいましょう。おい、なんか貯めれるんですよ、しかも。ね、そうそう、熊本さんのマイルも僕のマイルも。これで、なんかここでもうそのまま、この場で買うっていう方法があるんです。あ、あります。このスマートユース25ってやつなんですけど、これを2人で、行き先が東京。これか、羽田、あったって、これだ。で、50分、あと38分が、まあまあ間に合いますね。まあ全然。ラーメン食べます。あ、で、ここにあのクレジットカードをピッてやるんです。せっかくだからまた全日空のラウンジとか寄ってきますか。うん、ね、ちょっと行っちゃいます。うん、ちょっとしかいられないと思いますけど。いや、まあ入れるだけね。うん、まあ、あのどんなことやってんのかなみたいな。はい、あの出てくるのが大阪行きですね、あれ。あれが、あれか。そうで、東京行きの、あ、なんかひな祭りって書いてある。水で多分書いてあるんでしょ。あ、なんかユニバーサルスタジオジャパンとか行くとあんでしょ、こういうやつ。ユニバーあります、あれ。はいはい。行ってらっしゃいみたいな。うん、多分そういうやつですよね。多いですね。うん、うまいな、書く。さっき書いたばっかりでしょうね、これね。確かに、意外と、ね、まだ残ってる。うん、新しい。すごいな、書く人。うん、あ、じゃあ向こうにもなんか店あるから行きますか。あ、さすがに今度はそれなりに人がいますね。うん。いや、まあ、けど、うん、あんま、あの飛行機の大きさに対して多いとは思えないですけど、多くはないかもしれないですね。うん、これですね、飲み物は飲み放題なんで、そんな多分なんてないと思う。やっぱ言った通り、いきなりダンゴルしないから。いきなりなんか初めて食べたんですよ、食べて。なんかね、ラウンジの入り口のところに入り口でもらえたんですよ。うん、あのね、こういうサービスをしてるラウンジはほとんどないですよ。珍しいです。素晴らしい、うん、さすが熊本。指定された座席に着席していることを確認して出発いたします。やっぱガラガラでしたね。うん、9時間くらい滞在しましたかね。10時間ちょうど、いや、9時に着いたんで、はい、ちょうど9時間ですね。いや、有意義な滞在だったんじゃないですか。もうめちゃくちゃ密度の空間いろいろあって。いや、そうなんです。これね、全てが楽しかったですね。1日あれば、あのこうバッと楽しんで、あ、いい思い出作ったって帰れるんでね。飛行機の日帰り旅行結構楽しいですよね。おすすめです。そう、お金はかかるけど、早めに予約すれば多分沖縄とかも、8000円とかで片道行けたりするんですよ、多分。安っ。おぉ、すごい早く、もう半年とか前に予約すればね。だからそんなとんでもない高いものではないんですよね。あの煙、これ煙、あの煙じゃないですか。あ、ほんと、見える。これで9時間に呼ぶ熊本くんの熊本県への卒業旅行が無事終わりました。いえ、全然お忙しい中ありがとうございます。
ディズニーランドが見えます。結構珍しい景色だと思うんですよ。そのオレンジ色の、これディズニーランドですよね。そう、ディズニーランドだと思うんですよ、あれだと思うんですけど、そうで、閉園中でもあんな明るいんですね。けど真っ暗っす、全然。あ、いつももっと明るいですか。多分、もっとね、真っ暗。結構、ね、珍しい景色だと思うんですよ。もっと見てるわけで分かんないですけど、ホテルもあったんで間違いなくあれ、そうそう、ホテルとかやってますもんね。そう夜に東京帰ってくると、もう右側の席はすごい景色がいい。めっちゃ綺麗ですよね、本当に。 それは思う。小さい時からずっと学校で勉強してきたわけじゃないですか。学生が終わるってのはなんか寂しいとか思いますよ。それも楽しみですかね。寂しいはもうないかな。あ、そうか。楽しみました、だいぶ。めちゃくちゃ。あ、もうやることはやった。うん、あ、ね、みんなのおかげで見てたことだったし。はいはい、おめでとうございます。いろいろありがとうございます。本当にいろんな楽しみがあって、はい、次社会人になるわけですけど、まあ、はい、楽しみの。あ、それは嬉しいコメントですね。羽田空港に着陸いたしました。ベルト着用帯が消えるまでシートベルトを本当早いですね。1時間20分に着いちゃうんですね。こんな早い。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますので気をつけください。5時この先電波発する電子機器もご使用になりますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。何がいいですか。逆に何がいいですか。そうっすね。カレーうどん専門店美味しそう。カレーうどん、あ、僕ね、カレーうどん専門店前から気になってたんですけど行ったことない。じゃあ行きましょう。じゃあカレーうどんにしましょう。時間はまあ全然平気でしょ。バスそうだ、7時半7時半、早っ。え、ダメ。残念。え、嘘。残念。え、7時半に閉まるとかあります。今7時35なんだよ。ほんと悲しいな。え、そんなことあんのか。前ね、この餃子とタンメンはね、一点美味しかったんですよ。これ、美味しかったしね、遅くまでやってるんですよ。じゃあ行きますか。これしますか。1回ずつ、1個下の階。餃子とタンメン、これ結構いいんですよ。スーツおすすめ、場所ですね。そう、あのコロナウイルスがね、流行り始めてからもう3回来てます。空いてるから。そう夜遅くまでやってるんでね。確かに美味しいんですよ。美味しそう。で、飛行機の人参になってますね、これ。本当だ、かわいい。全然こっちの向きだから気づかなかった。確かに、そう、これ飛行機の形してるから。かわいい。じゃあ、いただきましょう。いただきますか。取れます。神のおすすめ。美味しいです。なんとか食べる。麺増し増し。多分乾麺だと思いますけど。うわ、跳ねてきた。どうでしょう。おー、美味しそう。そう、麺がね、なんか日当たってる。じゃあ、いっちゃってください。猫舌なのかな。熱い、そう。うん、これ飛行機になってるんですよ。うん、飛ぶので可愛い飛行機。どうですか、お味は。うん、なんか不思議な中毒性があるんだね。僕は醤油タンメン。ちょもらっていいですか。もちろん、お味をぜひレポートしてください。これ美味しいですね。一日お疲れ様でした。お疲れ様です。そしたらモノレールでいいですか。はい、では。いや、じゃあ、また大学生終わってからもよろしくお願いします。いや、もちろん、こちらこそ。はい、カコチンみたいにね、なんか超拡散力がある YouTuber なんて大変申し訳ないんですけど、僕あ、16分。あ、これまだ駆け込み乗車じゃないですよ。まだ大丈夫です。よし、誰もね、おぉガラガラっすね。こんな夜遅い時間のこれ珍しいです。よし、空いてる時はこういうシートがいいですね。疲れた。乗ったな、今日の朝。うん、4時。5時ぐらい。もうなんか3日前ぐらい前の出来事に思いましたね、朝のことが。視聴者の皆さん、この人ね、うちの大学の出身の人らしいですよ。全然知らなかったんですけど。確かそう。西城秀樹じゃない、なんだっけ。西島秀俊。へえ。知らなかった。うん、なんかイケメンおじさんって感じですね。50歳くらい。まあ、50近いんじゃないですか。なんかその50歳くらいだけど、30代に見えなくもないみたいな感じですね。めちゃくちゃイケメン。うん、かっこいい。誇らしい。うちの大学の優等生ですね。でも、卒業生ではないと。中退生。俳優業で忙しくない。あー、なるほどね。あ、じゃあ在学中から売れてたんですね、この人。売れたんじゃないですか。すごいな。うん、
ぱいいますね、羽田空港。羽田じゃないよ、浜松空港。いっぱいいる。さすが売れ。よければまた出ていただければと思います。むしろ出させていただきたいぐらいですよ、はい、いや助かります、そう言っていただければ毎週出たいぐらい。じゃあ、一日本当にお疲れ様でした。もうあの午前2時からね。いやまたそう、じゃあ握手で終わりましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう、また出るから、また絶対出るから、はい、よろしくお願いします。じゃあどうもー。